やってきました。宮崎県都の城。現在、城山公園となり、入り口には模擬大手門、本丸には城郭風の都の城歴史資料館が建っています。関ヶ原の前年、都の城は伊集院忠宗が島津忠常に暗殺されたことによって引き起こされた庄内の乱の舞台となった城です。庄内の乱とは、島津宗家と島津家をしのぐ勢力となった島津分家の伊集院家の争いを言う。領内統治に不安があった島津氏が、関ヶ原に1000人しか出兵できなかった一因と考えられています。この模擬大手門は、平成6年に9500万円かけて建てられました。大手門をくぐり進んでいくと城山です。城山を登ると深い堀切の中に出ます。左が本丸、右が西城、車で間に橋が渡されています。西城には神武天皇を祀る佐野の神社が建立されています。現存する車はこの2つのみで、あとは住宅地になっている。橋の上から見た堀切、深いですね。橋を渡ると本丸へ。ここに本丸入り口の門があった。おっと、何これ。切妻造りの屋根がてんこ盛りの城郭にびっくり。本丸跡には城郭風建築の都の城歴史資料館が平成元年に建てられた。当時の都の城の天守を復元したものではなく、模擬天守である。館内には、古文書や刀剣などの美術品、発掘調査で見つかった。出土品、民族芸能関連の資料などが展示されている。展示物の撮影は禁止。内部は、3階高さ13メートルまで吹き抜けになっている。吹き抜け構造のために随所に木組み構造が見られます。3階の窓から下を見ると、隣の西城、車にある佐野の神社に七五三詣をした家族が記念写真を撮っている。丸2、十字の紋章は島津家、この城も綾城、佐土原城も島津の市場だった。本丸の周囲は住宅地になっている。下から見ると2層の天守閣のように見える城郭を眺めながら帰りました。